市民革命、またはブルジョワ革命、資本主義革命、民主主義革命とは、封建的、絶対主義的国家体制を解体して、近代社会を目指す革命を指す歴史用語である。一般的に、啓蒙思想に基づく人権を主張した市民が主体となって推し進めた革命と定義される。代表例は、イギリス革命、アメリカ独立革命、フランス革命など、 この、市民には、封建、絶対主義から解放され、自立した個人という意味及び、商人、資本家という意味を持っているため、市民革命の定義も二義性を持つ。一方で、この二義性は、表裏一体をなす。すなわち、革命をなすための市民社会の形成には、資本主義の発達が不可欠であり、私的所有の絶対を原則とする。 資本主義社会の成立が必要だったのである。ロシア革命もこれに分類されることがある。市民革命は、また、資本主義社会から、社会主義、共産主義社会の実現を目指した、プロレタリア革命とは性格を意味する。1848年革命、パリコミューンなどは、一般的にプロレタリア革命に類いされる。フランスなどのように、領主が支配する。 封建性の打破を目的として起こる場合、イギリスのように経済的、政治的独占状態を脱して、平等の実現を目的として起こる場合、あるいは手術の民主運動が肥大化した場合など様々なプロセスがある。しかし、いずれも政治的平等を目的としている点では同じである。ブルジョワジーの誕生と市民社会の形成とは相支え合う要素であり、共に、 市民革命の要件とされる。ブルジョワジーが発展するためには労働力の移動、流通の自由や私的所有などが認められていなければ、ならず、これは市民社会の成長を要件としている。一方で、市民社会が作られるためには、封建的支配者の打倒が必要であるが、それは、経済力を持ったブルジョワジーの力が必要であった。封建制、絶対主義体制から、 この自由を目指したのが市民革命であり、資本主義と労働者が対立して起こった革命はプロレタリア革命とされる。ドイツやオーストリアでの1848年、革命はプロレタリア革命的色彩が強く、ロシア革命は資本主義の段階を経ないで起こったプロレタリア革命と言われる。こうした革命の定義は西ヨーロッパ世界の様式を前提としており、 侵害革命や明治維新など世界各地で起こった政治的変化、革命、独立戦争はこれらに分類しきれず、現在も議論の余地が残っている。また、いわゆる共産貴族からの支配から出した東欧革命は市民革命に同等であると考えられるが、むしろソビエト連邦からの独立革命といった意義が強いとも考えられ、二十数年という時間において、 評価は定まっていない。ありがとうございます。